BTA はニャボー。またも山下です。小林ひろゆきです。またも向井です。ゼブレイ松井です。よろしくお願いします。はい、アイドルマスター最大物の第2話でございま す, います。今回はアイマスアニメの伝統にのっとり、みんなで宣材写真を撮るぞっていう回でございました。毎回あるのね。2話がだいたい宣材写真を撮る回です。で、だいたい 1回目のトライでは、なんやかんやって失敗して、じゃあ撮り直そうよって2回目撮って撮れるっていうのがお約束です。あ、知ってる。なるほどね。親カメラマンさんもああなるわ。あのカメラマンさんはいつもアイマスアニメでカメラ撮ってくれるカメラマンさんも同じ人。1回目で1回目だから、ね、確かそうだったと思います。なるほどね。アイマスは割とそういうことが多いんだよね。そうそう、あの同じスタッフさん、レッスンの人たちも同じだったし、結局、はい。で、まあ今回ようやくっていうか、まあ、他のメンバー、ドラマスティックスターズ以外のメンバーがなんとなく顔を見せし始めまして、ね、名前もね、出て、そう、先生3人組のおっさんユニット、セム、いいね、と、あと高校生バンドユニット、ハイジョーカー、ハイジョーカーかっけえ、はい、と、商店街のバイト仲間3人組ユニット、バイトいいね、負けですよストレートでいいよ。そこに本当にプロかと思うけどね、名付け方もバイトのみたいなので、まあアイドルもバイトするし、なるべくまではな、まあな、うん、そういう意味で分かってるよ。と、あとドラマティックスターズ、皆さん大好き、と、ジュピター、はい、出ました、はい、とりあえずそれだけですかね、今。そうだね、これで全員ですか、もうこれがですね、揃いましたかね、キビジュと、あとオープニングエンディングによりますと、あとダブルという双子男子コーク、男子サッカーユニット、あ、なるほど、そんなもんいるね、うん、がまだ出るはずか、がまだ出るはずなんで、あと、第1話のラーメン屋に出てきたのが、あの、なんだっけ、舞踏家ユニット、なんだっけな、小賀道みたいな、確かザ・小賀道みたいな、かっこいい、その3人組ユニットのラーメン屋さん、で、今回出てきた警察官と、あと消防士の兄ちゃんたちが、なんだっけ、公務員に3人ユニット、名前忘れちゃいましたけども、いるんだね。僕は前回引いた人ですね。あ、で、消防士のやついいねっつってた、そうそうそう、ね、だからキャラ濃いんだよな、なんかモブがキャラ濃いなっていうのは、実はアイドルになる、そうそう、今回最高プロダクションに所属しながらいいアイドルたちもちょいちょい出てくるっぽい、今後ももともとの職業の状態で出てきたりする、そう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 、訳ある状態で出てくる、ね、悩んでんだ今みんな、今みんな前の職業の悩んでる時期の、そうそうそう、いいね、あの消防士はさ、前回僕がガチャ引いた時に言いましたけども、すっごい運が悪くて消防士なのに、それが原因で消防士を辞めざるを得なくなってしまったという不幸キャラ、不幸キャラですね、はい、そこら辺もやっぱ気になるとこだな、いいね、まあその辺の話が、ね、出てくるというかどうかは分かんないですけど、かもしれないけど、ね、とりあえずメインユニットは今言ったところでございまして、で後半はジュピターのライブを見学しに行ったら、まあ、これもまたアイマスの伝統でライブが天候によって危うくなると、いやびっくりじゃねえ、あんなことになるなんてね、台風が、台風が来てて、スタッフさんが間に合わせちゃうと、で中心しずるかどうしようか悩んだら、中心しかないな、もう無理だよ、無理だよ、できないよ、俺たちやります、ええー、ジュピターが言うから、アイドルなら、設営とかやってきたし、大丈夫です、俺たち1年間設営とかやってきたんで、自分たち、じゃあね、そいつらできたとしてもね、人数がまだね3人でしょ、それじゃ、はい、やりますって天童さん、俺たちもやります、手伝います、みんなで、みんなで、新人の子たちが、人数はいるかと言ってたらですよ、ハイジョーカーは高校生系音楽部とかバンドユニットなんで、やつらはなんやかんやで音楽楽器機材の設置ができると、なるほど、すごい、たまたまだ、たまたまできる、経験者がいる、そう、そして、何か誰かがちょっと怪我をしても、実は元天才外科医桜庭さんがいる、すごい、たまたまだ、すごい、たまたま、で何かあっても、あれだ、あの元数学教師狭間さんがちゃんと計算して、うわすごい、たまたまだ、たまたま、これ時間ないとかしっかりバッチリやつけども、あと何か、薬品関係のトラブルが起きたら元化学実験室山下氏がさ、山下氏がさ、山下氏がさ、元雲を消す達人とかいないの、こうやって雲を消すやべえタイプ、やべえやつ、海外のやべえ超能力者だから、それ UFO 呼びますって、海外の気候使い、もしあれだ、もし暴力団とか急にやってきて、イチャモンつけられても、元弁護士がいる、あ、弁護士なんだ、コーチがいる、おどおどして終わりだわ、あ、怖いものだし、違う、違う、そういうことだね、元弁護士の弁護士がいるからね、天童さんがいるし、それだ、
確かに。もし何かごちゃごちゃがあっても、元アルバイト、優秀なアルバイトやったら、そうね、フィールドがいるからね。王子がいるのその国の王子が。王国の王子が。SP がずっとやってくるからな。そうそうそう。ちょっと喋り方つかなくて可愛いよ。ピエール君がいるし。なるほどね。やっぱみんな経歴がすごいからね。そうそうそう。使えるね。ね、レジもできるし、八百屋もできるし、何でもできる。すごい。半物販もできるわけだから、レジもできるよ。じゃあスタッフなしでいけるな。誰が出るんですか。主催ライブで。主催ライブ。メインのね、メインのはそれとかできないから。そっか、そうで。そう。だけど、狭間先生の計算により、ギリギリ間に合いそうだったとかしましたので。その数式を教えてほしいところでしたけど ね、うん、間に合うぞかはそれは夜だろうと思ったけどダイヤ、渋滞などなどなどそんなこと言ったらね、ちょっと袋で手切ったくらいでわざわざ外科に出てもらってまあなもちろんだ絆創膏の貼る前に一回洗った方がいいよね、まあ、ギル先生みたいなの王子だ王子がさ、外科医がね万一があったらまずいでもあれなんですよ、王子がさ、肉体作業とかさ、手切ったりとかしてもさ、SP の人たちが慌てるタイプの人、あれ好きじゃないんだね、きっと。あ、そうね。見守るタイプ、ね、あそう隠れることで全てを費やしてるから、隠れ方に。おばあちゃんには見つかるよね。もしかしたら、あの間にもヒットマンがすごい狙ってきてて、コメントあるんですよ。あのね、めちゃめちゃ撃たれてるから、それ。並びのことになるよ。ぶちまし、あ、そっち映して。それで、ね、まあ、ジュピターも、ね、はい、設営ができたんで、ライブやりまして、よかったね、つって終わり。それでまあその作業を通じて自分たちなりに自分たちを出していくのがいいんじゃないかと本当に気がついたので前職の服装で宣材写真を撮るという冒険になりました。いいね、個性を生かしてね、個の力も生かして早めに気づきましたね、この世界、個が大事だということで、あれが敵なんです、一番最初のカードのゲガでございます。なるほど、そのゲームの方とかでもこれもアイマスの伝統っていうか、シンデレラガールズからの伝統ですね。最初の宣材の写真はそれの最初のカードの特訓後のアイドル衣装、はいはい、いいね、うん、なるほどね、っていう感じで、まあベタなアイマスっぽい流れが、うん、素敵な展開、みんな力合わせて夢に向かって頑張るぞと、非常に見やすい構成でした。よかったね、だってもういい伝統になるということはね、いい構成なわけです、うん、いい、そうそうそう、新喜劇みたいなもんでしょ、ね、そうです、作り上げられてんだからね、完璧です、変なことしないのが一番見やすい、うん、そう、でまあ次回あたりからまた個別会になって、まあ次回かその次あたりから、うん、そうですね、個別のユニットに焦点を合わせた話になっていくんじゃないかと思います。個人のことも気になるからな、まだダブルも出てきてないですし。そうですね、そうそうそう、なんですけども、はい、皆さんなんかここまでで気になったユニットなどいれば。なるほどね、専務、専務いいね、良いですね、今度なんかね、あの中で個性的な、そうやな、うん、そう、まだちょっと高校生とかが、そう、そうね、わからない、ただの若い子たちって感じがする、ね、セムの英語の別にバンドやってないよ、それもあるなぜここに決めろね、決めろバンドでいいやんそう、もともとそんなもんじゃんまあね、まああれもあれですよ、なんかプロとしてね、所属するんだからね、アイドルとか、おじさんは年齢も近い言葉に頑張れ、これがラストだぞ、こいつと前職ちゃんとしてたろうなって、うん、やめてるプライドもすごいな、みんな子が出てていいね、あの、うん、あ、英語の教師の人思ってたより喋り方癖強いのね、うん、とかね、うん、いかにも英語教師っていう、うん、日本人ですよね、うん、っていう感じもあの、マイタさんね、あのマイタさん、そう、マイタルイさんって英語教師の人ね、かわいい、あの最初の衣装の絵柄で、あのすげえその学校の廊下でピースでイエーイってやってる絵柄があるんですよ、あ、はしゃいでる、でそれをちょっと引いてみると左手に辞表持ってるんですよ、こうやって辞表持ってやめまーす、最後によろしく関係にやめまーすっていう、そういう意味でジョークいいね、好き好き好き、あとね、この後ね話出てくると思うんですけど、うん、セムのマイタさんとあの北斗さんは大学時代の友達なんで、うん、あのジュピターの北斗さん、おうおう、ちょっと年齢違うんですけど、おうおう、うん、でもそんなに離れてないから、なるほどね、話で関わりがある、関わりがあるんで、そこは、もしかしたらそれはあと話出てくるかもしれないですね、知れませんね、という感じでございますが、はい、じゃあ今週の、はい、山下ガチャにチャレンジのコーナーできるの、え、今日もできるの、今週も休みかもしれないな、そうだよ、そうだよ、10連もしちゃったんだから、10連はきついよ、ね、だって10回分出せ、朗報でございます、先週、なんと1万円分もガチャに入金してしまったので、うん、まだジュエルが担当余っております、やったーじゃ東京だ、まあ、今言ってもさすがにね、毎週順連引いてると僕さすがに死んじゃうんで、お試し、まあ、1回1回、
そうですね、最初の1回だけはちょっと安いみたいなのがあるんで、はい、今回山下さん狙いキャラ、今回先週からね、あのガチャが変わってまして、新キャラが、新しいガチャが、そう、あのイベントが変わってるんですよ、先週と今週で、はい、なんで今250個のスタンバっちゃった。やったね。ログインとかいろいろ相まって、ログインとかいろいろ相まって、なんで、今、ガチャがですね、そのいつもレギュラーである最高スカウトガチャっていうのと限定スカウトっていうのが増えてまして、今ね、モフモフ園っていう、ロリアイドルのユニットがいるんですけど、とあのダブルの子がさっき言った、ピックアップされてますね。その星で、星でできるの？そうです、星でできます。今星がね、7800個くらいあって、何が分かんねえよ。何個で、何個で10連だ。10連2500個です。いやー、多いな、多い、ね、10連250で1回ってことか、うん、そう、あ、2500で10連で10連250で250、ただ1日限定が60でできるんです。なるほどね。で、さっき僕6棒で250もらったんで、あ、はい、じゃあ、とりあえず60個のやつが、そうですね、今日ね、どっち誰がチャレンジしますか。我こそは今日、強運の持ち主だぞっていう人は。あ、そうですね、やりますか。今ですね、はい、この最高スカウトガチャの方では、うん、このなんかピエール君ともう一人の人が、ピックアップされてまして、あと渡辺みのりさんも早いか、ピックアップされてんだ。あれ、まあ、せっかくなら限定の方か。じゃあ、そうね、じゃあせっかくだったら、じゃあ山添のガチャでよ、誰が弾きます。誰が弾く。はーい、アイドルだ。そうだよ、神アイドル。神アイドルね。コスプレしてやるとみたいな話あるよね、ガチャよく。ラーラ出るかな。出る、出たら出たら出たら、いかつ、いかつ弾いたのというわけで、そんなことある。この1日1回限定スカウトってところを押してもらえば、モジュールですね、これ一番。あ、その、それじゃない、それ10連です、それは。その1個上ですね。さらっと10連押そうとする。もういい、これいいかな。どれ、その上ですね、やっぱりそこ、その辺、もうちょっと下。あー、来た、モブごっこ、キャンセルされちゃった。オッケー、当たれー。ほい、さあ、いくかな。ラーラ、ラーラ、さあ、いきますよ。ラーラ来るかな。毎日のスカウト、響きさん。お、これは、お、響きさんかな。響きさん、メヒコ、元掃除屋だ。掃除屋、スイーパー、殺しちゃったこと。え、そっちの掃除屋で、とっとり早い。山村さんじゃないの。これからよろしく頼む。はい、というわけで掃除屋さんが、掃除屋さん、掃除屋いるんだ。何の掃除屋かは明言されないですけど、全然よくわかんない。それは何ユニット、掃除屋ユニット。狭いなぁ。あ、入れる掃除屋。掃除屋清掃、清掃屋さんが清掃業やってる。すごい。さっきのはね、わ、はい、かんないっす。まあ、え、アイドルじゃない可能性もある。いや、もうアイドル以外も出るの、それ。アイドルも出ます。アイドルしかないですよ、基本的には。じゃあアイドルだ。ただの掃除屋は出ない。バイトです。バイトです。ビルにたまたまいた掃除屋。まだわけはありません。わけはあるでしょ。アイドルではないですよ。掃除でいいんです、僕。これからわけができるかもしれない。できた時はアイドル考えてくる。前、これはね、レジェンダーズっていうアイドルユニットの、レジェンダーズ、レジェンダーズ、で、そのかっけえ、レジェンダーズっていうアイドルユニットに所属している、はい、元清掃員、芸能界の汚れを掃除する、スイーパーだ。うん、ちなみに汚れやつ引いちゃった。元メンタリティ、メンタリティの方で、あやかし清掃者という清掃者に。やべえやべえやべえ、業界やべえだろ。あやかし、業界専門のやつが聞いたんだよ。あやかしですね、ゴーストスイーパーじゃん。三上じゃん。三上家の人でしょ。しかもね、レジェンダーズ、偉大なる歴史の系譜を受け継ぎ超えていく者たちっていう。中国の人じゃん。あれ、暗殺の暗殺影の一族。ゾルジック系じゃん。おお、すごい、あー、すごい、当たり生きるわ。あの元清掃員と元あの雑貨屋店員ですね。あ、雑貨屋店員なの。雑貨屋なの。雑貨屋店員と昼は雑貨屋、夜は夜は朝の清掃員。それはただのダブルワークね。朝の金ねえやつ、夜も清掃、昼清掃してるだけ。昼雑貨屋忙しいね。で、アイドルやってんだ。気持ちは大変だな。
と、あと元海洋学者おっていう3人のちょっと癖のある、あ、他に1人の人じゃないんだ今3人の3人清掃員と雑貨屋と海洋学者じゃあいって、ね、おもちゃだからダブルマッチがメンバーでしたメンバーでそういうことねよかったよかったそうそうそう3つ掛け持ちじゃん大丈夫だって壊したいよよかったよかった、ね、なんかねその追加キャラなんですよこの3人が後から、うん、じゃあ割と新キャラより比較的最近のね3人とも歴史のな歴史が由来の名字をしているからたまにレジェンダーなるほどねちょっとメンタル的なねいかつさで引いてしまった河合さんの部分出ちゃったキャラじゃなくてキャラでスイーパー引いた時めちゃめちゃ面白かったからいいな表現が良かったですね、スイーパーとちなみに身長191センチありました反応しちゃうよ、こんなでっけえ方の装置格闘タイプの人じゃん素手でやれるタイプで、グッてあの棒で締め殺したからかっこいいないいな、棒術使いだあ、面白かったね早くアイドル見てよ、スイーパーキャラ濃いねアイドルたちのキャラが濃いただのあのオカルト好きな可能性もありますけどねまあねいやすごい、ほんと30歳191センチ。でっけぇ。芸能界の汚れ落とす掃除屋さんやったでしょ。ドンめっちゃドンだよ。ヒットマンだよ。80年のアイドルとかぶち殺されるんだろだから。なんかね、かっこいい。テレビ局で、そう、テレビ局で清掃員として掃除をしていたときに、業界の汚れを目にしてしまい、それを掃除するためにアイドルを志したという。好き。好きじゃん。正義の掃除屋だ。うわ、めっちゃ好き。悪と戦う悪いやついいやついたなぁ、ね、悪いプロデューサーとかをぶち殺すんでしょ面白いね、引いた仕事人じゃねえかやってるのそれ見たいよ見たいよいいキャラだったな思ってたよりいいキャラだった尖ってますね、本当に大好き、いや、いいねだからまだサイドエモに関してはそんなに知らないことが多いのでこんな感じでね、新鮮ですよ勉強していければ新鮮いいと思いますこれ、また勉強になりました来週掃除してるお兄さんとか映ったらねどっちのそうだもしか人を持ち上げてるお兄さんが出たらシンプルにでかい人の可能性もないですけどただのゴロつきの可能性あるなそんな感じですわいろんなキャラクターに注目していきたいですね。毎日来てる可能性もあるということですね。楽しみになってきた。じゃあ以上ですかね。チャンネル登録とコメントとかよろしくお願いします。